はい皆さんこんにちはチームハロンズ黒川ですトルコリライのテクニカル分析を3分で解説します3月14日までの週間見通しとなりますまずは結論からはい週足ボニンジャーバンド下落トレンド進行中一目均衡表トレンドありませんストキャスティックス回シグナルが点灯ということではい週足ベース底堅く推移と考えております続きまして日足ですボニンジャーバンド上昇トレンド進行中一目均衡表買いバイアス強しストキャスティックス回シグナルが点灯ということで日足ベースは上目線と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレデ リスナー数をご紹介します。はい、週足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21一週移動平均線下落しております。週足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中です。はい、そんな中ローソク足はと言いますと、えっ、ー、と、二十週移動平均線上抜けトライ中ということです。週足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中。はい、週足シストキャスティックスは買いシグナルが点灯しております。はい、こちら週足の一目金衡表です。経常経常から言いますとトレンドですということです。 はい、続きまして、東のボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21日、移動平均線上昇しております。はい、ローソク足はといいますと,、えー、と、レジスタンスラインとしてワークしておりました、プラスシグマライン、上抜けして推移ということで、東のボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。東のストキャスティックス、強い買いシグナルが点灯しております。 はい、こちら日足の一目均衡表です。形状から言いますと、明確なトレンドは出ておりませんが、ローソガシがレジスタンスラインとしてワークしておりました。雲の上限、上抜けして推移ということで。はい、日足の一目均衡表ですね。明確なトレンドは出ておりませんが、強い買いバイアス発生ということです。はい、それでは、三月十四日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。三月十四日までのサポートレジスタンスをご紹介します。はい、まずはサポートラインです。サポートラインは七点一マレベル、七点一マル。 レベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは7.40レベル7.40レベルと考えております。はい、トルコリーラ円3月14日までの予想レンジ7.10レベルか7.40レベル7.10レベルか7.40レベルということです。ポイント上昇トレンド進行中底堅く推移かということなんですけども。 はい、チャート形状的に言いますと、週足、ボリンジャーバンド、下落トレンドが進行中なんですが、日足のボリンジャーバンド、上昇トレンド進行中、日足の位置も均衡表ですね、明確なトレンドが出ておりませんが、強い買い爆発発生、さらに週足、日足のストキャスティックスも買いシグナルが点灯ということで、はい、トルコリラエンですね、3月14日までの見通しなんですけども、チャート形状的には底堅く推移と考えております。トルコリラエン、3月14日までの見通しなんですけども、チャート形状的には底堅く推移と考えております。 右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介ということで、YouTube 概要欄から講座解説をすると通常の講座解説得点2000円と、新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン得点5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円、合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタンンチャンネル登録よろししくお願いいたまますす本日は以上となります